トヨタ自動車が BB ラクティスの事実上の後継車種となる国内向けの新型コンパクトカーを2016年内にも発売する方向で準備を進めています。本チャンネルも注目していたのですが、なかなかはっきりした画像を入手できませんでした。最近やっと少しの画像がネット上に現れましたので、現在分かりうる限りの情報も一緒にお伝えします。この新型はグループ及び提携の3社で販売されます。トヨタ、ルーミー、タンク、ダイハツ、ドール、スバル、ジャスティとして発売されることが決定しています。新型車両は今春に投入されたバッソ、ブーンと同様にグループのダイハツ工業が生産を担当。すでに10月第2週から予約受注が開始されており、11月9日発売開始がもっぱらの噂となっています。この新型コンパクトカーは最大5人乗りでスーパーハイトワゴンと呼ばれる箱型スタイル。切り崩しを狙うのはスズキ、トリオのガジャー。トリオは車体の長さ約 3.7 メートル、幅を約 1.62 メートルと小さくまとめながら、高さ約 1.75 メートルという室内の広さが特徴で、乗り降りしやすい両側スライドドアも備えています。新型車はこれに真っ向から対抗するモデルに仕上がっているそうです。ボディ寸法は前幅がトリオよりも少し広い、他はトリオをトレースしたかのようなものとなっています。最小回転半径がトリオの 4.8 メートルより小さく、小回り性能の良さも特筆の一つ。トリオが標準モデルとヤーロ系のバンディットの2タイプをラインナップしているのと同様に、新型車も標準タイプとカスタム系モデルが用意されます。トリオと最も異なるのはエンジンラインナップ。排気量1リッター直列3気筒エンジンのみとなりますが、 NA 自然吸気の他にターボ下吸気付きもあります。ただしダイハツは開発を行うためハイブリッドモデルの設定がありません。メカニカルコンポーネントはバッソ・ブーン系がベース。ターボエンジンの採用は両側リアスライドドアを採用していることなどもあり、車両重量が増すことから NA エンジンでは動力性能がやや不足気味になることへの配慮のようです。インテリアはインカネ周りはパッソ、ブーンと共通イメージが与えられており、トリオにも採用されているフルフラットシートをこのモデルでも採用しています。荷室容量を最大限にした場合、トリオでは奥行きが足りずに26インチ自転車が1台しか収容できないところ、新型では2台収納することができるなど、とにかくトリオを強く意識したモデルとなっています。衝突事故防止支援システムがスマートアシスト2となりそうです。スマートアシスト2はパッソ、ブーンや軽自動車にも搭載されており、衝突回避支援ブレーキ機能、衝突警報機能、車線逸脱警報機能、誤発進抑制制御機能、先行車発進お知らせ機能が搭載されています。想定ライバルはトリオのほか、ホンダの軽スーパーハイトワゴン N-BOX までも含まれているということでした。新型車の予想スペック、ボディ、全長 3750mm、 全幅 1670mm、 全高 1740mm、 ホイールベース 2500mm、 両側リアスライドドア、2列シート5人乗り、 1.0 リッター直列3気筒エンジン、最高出力69馬力、最大トルク 9.4kg、トランスミッション CVT、JC08 モード燃費 24.6km、1.0 リッター直列3気筒ターボエンジン、最高出力98馬力、最大トルク 14.3kg、
トランスミッション CVT JC08 モード燃費 21.8km。 予想価格、ノーマルエンジン車約140万円から、ターボエンジン車約160万円から。トヨタ自動車が BB ラクティスの事実上の後継車種となる国内向けの新型コンパクトカーを2016年内にも発売する方向で準備を進めています。本チャンネルも注目していたのですが、なかなかはっきりした画像を入手できませんでした。最近やっと少しの画像がネット上に現れましたので、現在分かりうる限りの情報も一緒にお伝えします。この新型はグループ及び提携の3社で販売されます。トヨタ、ルーミー、タンク、ダイハツ、ドール、スバル、ジャスティとして発売されることが決定しています。新型車両は今春に投入されたバッソ、ブーンと同様にグループのダイハツ工業が生産を担当。すでに10月第2週から予約受注が開始されており、11月9日発売開始がもっぱらの噂となっています。この新型コンパクトカーは最大5人乗りで、スーパーハイトワゴンと呼ばれる箱型スタイル。切り崩しを狙うのはスズキ、ゾリオのガジャー。ゾリオは車体の長さ約 3.7 メートル、幅を約 1.5 モデルが用意されます。ゾリオと最も異なるのはエンジンラインナップ。排気量1リッター、直列3気筒エンジンのみとなりますが、NA 自然吸気の他にターボ下吸気付きもあります。ただし、ダイハツが開発を行うため、ハイブリッドモデルの設定がありません。メカニカルコンポーネントは、バッソ、ブーン系がベース。ターボエンジンの採用は、両側リアスライドドアを採用していることなどもあり、車両重量が増すことから、NA エンジンでは、動力性能がやや不足気味になることへの配慮のようです。インテリアは、インカネ周りはパッソ、ブーンと共演62メートルと小さくまとめながら、高さ約 1.75 メートルという室内の広さが特徴で、乗り降りしやすい両側スライドドアも備えています。新型車は、これに真っ向から対抗するモデルに仕上がっているそうです。ボディ寸法は、前幅がゾリオよりも少し広い他は、ゾリオをトレースしたかのようなものとなっています。最小回転半径が、ゾリオの 4.8 メートルより小さく、小回り性能の良さも特筆の一つ。ゾリオが、標準モデルとエアロ系のバンディットの2タイプをラインナップしているのと同様に、新型車も標準タイプとカスタム系2イメージが与えられており、ゾリオにも採用されているフルフラットシートをこのモデルでも採用しています。荷室容量を最大限にした場合、ゾリオでは奥行きが足りずに、26インチ自転車が1台しか収容できないところ、新型では2台収納することができるなど、とにかく車両を強く意識したモデルとなっています。衝突事故防止支援システムはスマートアシスト2となりそうです。スマートアシスト2はパッソ、ブーンや軽自動車にも搭載されており、衝突回避支援ブレーキ機能、衝突警報機能、車線逸脱警報機能ミリ、前高1740ミリ、ホイールベース2500ミリ、両側リアスライドドア、2列シート5人乗り、1.0 リッター直列3気筒エンジン、最高出力69馬力、最大トルク 9.4 キロ、トランスミッション CVT JC08 モード燃費 24.6km。
1.0 リッター直列3気筒ターボエンジン。最高出力98馬力。最大トルク 14.3kg。トランスミッション CVT。JC08 モード燃費 21.8km。予想価格。ノーマルエンジン車約140万円から。ターボエンジン車約160万円から。自動車が BB ラクティスの事実上の後継車種となる国内向けの量が増すことから NA エンジンでは動力性能がやや不足気味になることへの配慮のようです。インテリアはインカネ周りはパッソ、ブーンと共通イメージが与えられており、ソリオにも採用されているフルフラットシートをこのモデルでも採用しています。荷室容量を最大限にした場合、ソリオでは奥行きが足りずに26インチ自転車が1台しか収容できないところ、新型では2台収納することができるなど、とにかくソリオを強く意識したモデルとなっています。衝突事故防止支援システムはスマートアシスト2となりそうです。スマートアシスト2はパッソ、ブーンや軽自動車にも搭載されており、衝突回避支援ブレーキ機能、衝突警報機能、車線逸脱警報機能、誤発進抑制制御機能、先行車発進お知らせ機能が搭載されています。想定ライバルはソリオのほかホンダの軽スーパーハイトワゴン Nボックス までも含まれているということでした。新型車の予想スペック。ボディ、全長3750mm、全幅1670。トヨタ自動車が BB ラクティスの事実上の後継車種となる国内向けの新型コンパクトカーを2016年内にも発売する方向で準備を進めています。本チャンネルも注目していたのですが、なかなかはっきりした画像を入手できませんでした。最近、やっと少しの画像がネット上に現れましたので、現在わかりうる限りの情報も一緒にお伝えします。この新型は、グループ及び提携の3社で販売されます。トヨタ、ルーミー、タンク、ダイハツ、ドール、スバル、ジャスティ、として、発売されることが決定しています。新型車両は、今春に投入されたパッソ、ブーンと同様に、グループのダイハツ工業が生産を担当。すでに、10月第2週から予約受注が開始されており、11月9日発売開始が、もっぱらの噂となっています。この新型コンパクトカーは、最大5人乗りで、スーパーハイトワゴンと呼ばれる箱型スタイル。切り崩しを狙うのは、スズキ、トリオ、ノガジャーの新型コンパクトカーを2016年内にも発売する方向で準備を進めています。本チャンネルも注目していたのですが、なかなかはっきりした画像を入手できませんでした。最近、やっと少しの画像がネット上に現れましたので、現在わかりうる限りの情報も一緒にお伝えします。この新型は、グループ及び提携の3社で販売されます。トヨタ、ルーミー、タンク、ダイハツ、ドール、スバル、ジャスティ、として発売されることが決定しています。新型車両は、今春に投入されたパッソ、ブーンと同様に、グループのダイハツ工業が生産を担当。すでに、10月第2週から予約受注が開始されており、11月9日発売開始が、もっぱらの噂となっています。この新型コンパクトカーは、最大5人乗りで、
スーパーハイトワゴンと呼ばれる箱型スタイル。切り崩しを狙うのは、スズキ、ゾリオ、のガジャー。ゾリオは、車体の長さ約 3.7 メートル、幅を約 1.5 モデルが用意されます。ゾリオと最も異なるのはエンジンラインナップ。排気量1リッター、直。ゾリオは、車体の長さ約 3.7 メートル、幅を約 1.62 メートルと小さくまとめながら、高さ約 1.75 メートルという室内の広さが特徴で、乗り降りしやすい両側スライドドアも備えています。新型車は、これに真っ向から対抗するモデルに仕上がっているそうです。ボディ寸法は、前幅がゾリオよりも少し広い他は、ゾリオをトレースしたかのようなものとなっています。最小回転半径が、ゾリオの 4.8 メートルより小さく、小回り性能の良さも特筆の一つ。ゾリオが、標準モデルとエアロ系のバンディットの2タイプをラインナップしているのと同様に、新型車も、標準タイプとカスタム系モデルが用意されます。ゾリオと最も異なるのはエンジンラインナップ。排気量1リッター、直列3気筒エンジンのみとなりますが、NA 自然吸気の他に、ターボ下吸気付きもあります。ただし、ダイハツは開発を行うため、ハイブリッドモデルの設定がありません。メカニカルコンポーネントは、バッソ、ブーン系がベース。ターボエンジンの採用は、両側リアスライドドアを採用していることなどもあり、車両重